なんだって？あのナッコーが前に倒れないだって？ハザードマグマ。こんにちは、アズボンジャーです。今日はクローズマグマグナックルと一緒にハザードトリガーをセットしたらどうなるかやってみます。まずはボトルバーンしますね。で、完全に連動しますね。これは劇中で出る可能性あるかもですよね。そういえばこれ今気づいたんですけど、ハザードトリガーがついたことで前に倒れなくなりました。これいいですね。それじゃあそのまま必殺技を確認しますね。完全に連動しますね。そんじゃあですね、5回以上回してフィニッシュの方やってみますね。ああ、完全に決まりました。今度はハザードトリガーを先につけてみます。ボトルバーン。こっちの方がスムーズでしっくりきますね。ナックルを先につけてしまうとナックルの音声がでかすぎてドライバー側の音声とかがですね、ちょっとかき消されてあまり聞こえなかったですもんね。とにかくこれ前に倒れないのがいいです。最高です。ちなみにこれ横から見た時こんな風になってます。結構前に飛び出てますもんね、これ。というわけでハザードトリガーをセットしてみたでした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。